長泉塚古墳は愛知県庭群総長高尾にある古墳。形状は円墳。県の史跡に指定されている。古墳時代後期の築造と推定される。犬山戦場地の低大地に作られた古墳時代後期の円墳で、東西約21メートル、南北約24メートル、高さ約4メートルであり、周行が巡らされている。内部構造。 服装品については明らかでない。普通見られる円墳であるが、頭部に集合の跡があり、また墳球に2から3メートルの段を巡らせているのは、珍しい例として、1964年3月23日、愛知県文化財に指定された。現状の墳球は樹木に覆われているが、2から3メートルの段があり、全体の形は円墳を2段重ねたような、上円下円墳で、 珍しい形状である。また、この地方では珍しく紛糾の周囲には、堀が巡らされた形跡がある。従来南日田地区の所有であったが、愛知県の文化財指定を機会に、宅備神社の所有となった。その後、1959年の伊勢湾台風などで、破損がひどくなり、愛知県及び不総町の補助で、1975年、補修工事を行い、破損箇所のどもり、 倒木の整理などを行い、社を下へ移し、原型に復元した。さらに、1980年、外周フェンスの修理、1985年には、遺書費を設置するなどして、史跡としての環境を整えた。当地方の土豪を葬った古墳であると、伝えられているが、その詳細についてくらいは全く不明。漢文年間には、長泉院黒江門という人物が在住し、 人々は古墳のたたりを恐れて近づかなかったため、比較的によくその原型を保っているかに見える。また、キリシタン屋敷があったとする伝文もあるが、その遺書については語り伝えもなく、知る由しもないが、豪族の紛糾で、その主は古代豪族の一族のものであると考えられている。周囲にはこの地方では珍しく堀が巡らされていた形跡があり、塚は、 原生林に覆われていて、頂上部から下方に細って見える。雨による土の流出であろうか、人の登壇によって細ったものであろうか、段の頂上から下方にかけて、緩やかな円形をなしていない。全体の形はあたかも円墳を二段に重ねたような、二重重ねの姿で、二段式古墳であると説明されていて、古墳の方としては、得意なもので珍しい存在である。 ありがとうございます。